皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。日本代表はトルコとの試合が決まって楽しみが増えたけど、下のカテゴリーでも楽しみが増えたね。U17 日本代表が現在勝ち進みワールドカップへの切符を掴んだ U17 アジアカップ。準決勝で U17 イラン代表と対戦した U17 日本代表は悪天候での中断などアクシデントをものともせず、U17 イラン代表を圧倒。3対0で見事に勝利して決勝進出。すごいですね。さすが前回の優勝国、メンバーが変わったとはいえ、勢力でもアジアでトップですね。前半10分、25分にそれぞれゴールで2対0と優位に進めるも、後半にまさかのアクシデントが。54分に主審が試合をストップ。雷が鳴り始めたことで試合は10分ほど中断することとなり、集中力が試された。そういった部分も含めてうまく対応ができたわけですね。そうだね、選手交代でしのぎながら後半29分には決定的な3点目の直接フリーキックからの素晴らしいゴール。最終的にはプレイも荒くなった U17 イラン代表に付け入る隙を与えず完勝という素晴らしいゲームだった。印象的だったのは後半の3点目。相手陣内に深く入ったところで得たフリーキックがこの得点の起点になったんだけど、このフリーキックの直前、直接ゴールに叩き込んだ佐藤はフォワード縄田とキッカーをめぐってじゃんけんをする様子が、なんだかちょっとほのぼのするエピソードですねわら。それに A 代表では長く見ることができてない直接フリーキックのゴールですし、このじゃんけんについては試合後にゴールを決めた佐藤のインタビューにて、縄田選手が蹴りたいと言っていたんですけれども、自分も蹴りたかったのでじゃんけんしようと、隠れてじゃんけんして勝った自分が蹴りましたと語った。その通り、縄田が先に走り込んで、その後にじゃんけんに勝った佐藤が蹴り込んだ形だったね。それがきっちりと決まるわけですから、サッカーは何が起こるかわかりませんね。まあこのゴールも考えなしに蹴ったというわけでもない。分析を担当するテクニカルスタッフからフリーキックの際に託された秘策を実践したもの。相手の壁はジャンプするので、雨でピッチがスリッピーになっていたら転がして壁下を通せという指示が出ていたもので、それを忠実に守ってのゴール。そして荒れた天候も森山監督は想定したものだったと明かした。昨日の練習で凄まじい雨が降るのを目の当たりにして、今日も来るのかなと予想というか、覚悟はしていた。とコメントしていたものの、こういった部分についても選手にはしっかりと意識を徹底させてたらしく、想定外のことにみんなで対応しようというのは、ずっと言ってきたこと。大雨来るぞ、ピッチ悪いぞ、事故が起きて先制されるぞ、怪我人出るぞ、退場者出るぞ、PK 取られるぞ。試合はいろいろなことが起きるもので、想定していないような事態になるもの。そして僕らが戦っていくのは、〇〇が起きたから負けましたで済む世界ではない。そのことはずっと選手たちに言ってきた。と胸を張った。アンダー世代を長く指導し続けている森山監督ならではの経験から来るものかもね。タイという高温多湿の気候の中での大きな大会ですが、選手監督ともに頼もしいですね。ワールドカップ出場を決めたベスト8でのオーストラリア戦においても、バテバテになっている中で2対0から2対1にされて危ないと思われたかもしれないが、選手たちから大丈夫、勝っているのは俺たちなんだからといった声が自然と出ていて、だいぶ浸透してきたなと。と手応えを掴んでいる。精神的な面でも成長が得られたなら頼もしい限りだね。というのも、U17 イラン代表というのは U17 日本代表が昨年に1対3で敗れた相手。デュエルの部分でことごとく負け続けた。と森山監督が語っていたように、力の差が出てしまった試合。それだけに、イランとやりたいと思っていたんです。不甲斐ない試合をしてしまったので、やり返さないといけなかった。と選手にとってはリベンジの機会を大舞台で得たことによって、去年の思いがあったので、セカンドボールを拾うところだったり、デュエルのところは特に絶対負けたくなかった。去年と違って、今回はちゃんと戦うことができていたと思う。とコメントしたボランチの山本上位のように、選手全員が特別な思いで臨んだ一戦だったんだよね。その試合で3対0は自信になりますね。そしてベスト4を勝ち抜いたわけで、次は優勝をかけた大一番ですね。だね、もう一つのベスト4のカードはグループリーグ同組で引き分けだったウズベキスタンと韓国。この試合を決めたのはセットプレイ。フリーキックを得ると韓国のペクインウが見事なシュートを決めて先制。この1点を守り切った韓国が9年ぶりの決勝進出を果たした。ウズベキスタンと再戦して白黒つけるのも良さそうでしたが、決勝で日韓戦ですか。良くも悪くも熱くなる組み合わせなのは世代を問わないからね。韓国側も決勝進出を果たすと、その勝利を喜ぶと同時に、U17 は、アジアのトップを決めるこの段階で、最大のライバルである日本と相まみえる。
21年ぶりに優勝に挑戦するチャンスを勝ち取っただけに決して負けられない勝負だ。日本には返すべき借りがある。昨年6月、日本の仙台で開かれた U16 国際ドリームカップで韓日戦を行い、0対3という痛恨の完敗を喫した。当時はチームを構成したばかりで一緒にプレーする機会が足りなかった。この1年間、組織力と選手個々の能力強化のために共に努力してきただけに、日本とのリターンマッチが雪辱戦の機会になると早くも決勝に向けてメディアが書き立てれば、韓国代表の監督も、日本戦は技術と戦術以外の部分で結果が決まることがある。昨年、日本との親善試合では0対3で日本に負けた。決勝で日本と戦いたかった。激しい試合になるだろうけれど、負けることは考えていないと早くも闘志を燃やしている。 U17 日本代表は2大会連続の優勝を狙い、韓国は21年ぶりの優勝がかかった大一番になりそうだね。こうなってくると勝敗ももちろん気になるところですが、激しい戦いになって両チーム怪我がなければ良いですね。韓国と日本の試合で負傷者が出たことももちろんあるけど、最近でも荒いプレーに批判が起こったことがある。U24 韓国代表は6月15日と19日に U24 中国代表と敵地で2試合の親善試合を行い、負傷者が続出。試合中、中国選手は少林サッカーで舌を出した。オムボンさんがタッチライン近くで中国選手と衝突した。相手の無理な動作のために着地した際に足首の苦痛を訴え、結局チェジュンと交代した。中国と強化試合自体が有意義なのかよく考えなければならない。中国の少林サッカーは相変わらずだと韓国側が中国を批判したんだけど、この親善試合の前のアンダー20アジアカップでも韓国と中国は揉め事を。アンダー20ワールドカップ出場がかかったベスト8で当たった両国は延長戦までもつれた結果、韓国が3対1で中国を振り切ったんだけど、結果を出すために暴力まで許されるのだろうか。中国はサッカーではなくカンフー選手を選んできた。ユニフォームを掴むなど可愛いもの。タックルに失敗した中国の選手は倒れた状態でも後足で韓国の選手を倒した。ヘディングするときは後ろから肘で殴った。中国はサッカー選手として最小限の良心と恥も忘れた。フェアプレーの精神を忘れたのだ。過程はいいから、結果が良ければそれで良いという薄っぺらい結果至上主義だった。と韓国メディアが中国を批判すれば、中国側も韓国に対して、韓国のメディアが他人のことを汚いサッカーをしていると言った。冗談か。中国がカンフーサッカーなら、韓国はテコンドーサッカーじゃないのか。中国選手に対するファウルを全て忘れたのか。2002年のワールドカップは言うまでもなく、韓国の恥知らずは世界中で有名だ。とやり返す一幕も、韓国も中国も特別な感情を持った両国だからこういうことになってるわけだけど、日本も韓国が中国と同様に特別な感情を持っている国。こういう後味の悪い対戦になるのだけはやめてほしいですね。ここまでの両チームの成績を見ると5試合で日本は19得点6失点、韓国は15得点4失点とどちらも申し分ない数字。決勝にふさわしい好ゲームになることを期待したいね。ともあれここまで来たら目指すは優勝だけですね。U17 日本代表には頑張ってほしいです。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。